どうも皆さんこんにちは、腹ペコです。9月24日木曜日はですね、検証動画ですね。アマガエルは大量のドラえもんフィギュアの入った水槽でもコオロギを食べるのでしょうか。アマガエルのね、餌やりをねちょっと見てみたいんですけどね、このねドラえもんのフィギュアをねカエルたちとどう思うかっていうのはちょっとね見てみたいなと思ったんですね。今からアマガエルたちをね連れて行きたいと思います。今日は大きい水槽のね大人ガエル太郎たちですね、ちょっと連れてきますのでね。おい降りてくれネズミさんと世界一かアマガエル。ドラえもん怖いかやっぱりあんたら。ドラえもん怖い？ちょっとネズミのとこ降りて、棒でねみんな持ってくるでね。よし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 、ワニちゃん降りて、ワニちゃん降りて、ワニさん、よしよしよし、ワニさん、よし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 、はい、ヒルネさん、おい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 、餌あるよ。タロ、おい、タロ、タロ餌食おう、おい、タロ、よし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 。さあこれで全部連れてきましたよ。ドラえもんのねフィギュアだらけのこの中にね、今から皆さんいいですか、コオロギを、これをね大量30匹ぐらいのねコオロギを入れていきますよ。さあ果たしてどうなるのか、皆さんカエルたち食べると思いますか。入れますよ。ドバ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 。さあ、ああ何しとあんた、出ておいで、生写真の中入っちゃかん、あんた何やっとんの。世界一から甘がえるがね、生写真の中に入っちゃいました。おお餌食わんのみんな、おい餌食わん、世界一から甘がえる、戻って餌食やげん。おお食っとる食っとる、食い出した食い出した、ネズミ男食っとる、食っとるというか食おうと、おくた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 。皆さん猫型ロボットがこんだけいてもね、ネズミ男は食べましたよ。ネズミですからねこの子はね。ドラえもんが泣いてますね、ネズミ男が来たんで。さあ太郎もね、青いドラえもんの上でね、なんかコオロギいっぱいおるなと。これね今ね動き鈍いのはなぜかっていうのだけ一応ね彼らのね名誉のために言っておきますとね、今ね午後3時ぐっすり寝てたんですよ、この子ら夜型なんで。寝てたところを無理やりね起こしまして、このね移動させる時にですが、この木に誘導して連れてこられた寝起きなんです。おお今ネズミ男奇跡のなんか口にジャンプしてきたな。やるやん。でネズミ男はね目開けてたんでね、この子はね動きがやっぱ早かったですね。あドラえもんの口の中に入ってるコオロギが出てきた出てきた。あワニオがアイドル写真眺めとるわ。これワニオさんです。ワニオさんぐっすり寝てたんでね、多分なんだろうなって、何が起きたか全く理解してないと思うんです。太郎も爆睡してた。で昼寝ガエルはなんかもう常に寝てるんでね、起きてたのか寝てたのか分かんないですけど、これ餌を見てますね、じーっとね上からのね映像こうです。カオスですね。ちょっとねドラえもんの足元にコオロギ大量、アマガエル5匹、ドラえもんフィギュア6体ザコリャってね。さあネズミ男がね何やらこちらに何かを訴えてます。どうしたネズミさん、どうした食った、あんたあんたもう3匹ぐらい食ったな。太郎またこれな、また変な空間作りやがってって顔してるな。
普通に餌くれやいいのにって太郎思って、おおお、ひるねさん食ったっぽいな、口、お、口もごもごし、あ、なんか触覚みたいなの出とる。皆さん、ひるねさんも食いましたよ。さあ、ドラえもんフィギュアだらけの水槽でアマガエルはコオロギを食べるのかというね。真っ昼間からね、こんなことをね、やっております、腹ペコは。腹ペコはですね、おー、ちょっと。腹ペコはですね、ちょっと。太郎、あんたが一番びっくりしたんじゃないね、今。太郎、あんたが一番びっくりしたやろ。冷静を装っとるけども。あんたみたいにでかいのがさ、ジャンプしたらね、ドラえもんひっくり返るって。そうそうそう。まあ、このね、チャンネルの動画初めて見る方のために言いますとね、腹ペコはですね、あのね、今、いろいろね、体調崩してからね、在宅ワークやっててね、こうやってね、昼間からね、自宅でね、いろんな作業をしてまして。で、このアマガエル飼育チャンネルもね、あのその一環でやってましてね。なので、こんな平日の昼間からね、こんな動画が撮影できるというね。動画をたくさん作ってます。おい、世界一からアマガエル、あんた出てきてどうすんの？あんたジャンプ力ないな。ネズミ男がいっぱい食ってる。ネズミ男撃つぞ。おお、ドラえもんの口の中にコオロギまた入っとる。ああ、ドラえもんもコオロギ食いたいんかな。泣いとるけど。ネズミ男はどんな環境でも食べ続けますね、この子はね。ちょっとカメラ上に上げるとね、太郎はね、まだ警戒してます。多分、足場のドラえもんが崩れたからびっくりしたんですよね。何したんだ。おお、世界一から曲がるね、餌よりもなんか、この広いスペースで遊びたいみたいですね。今全体こんな感じでございます。ドラえもんが一体倒れてますね、かわいさん。おー、昼寝さんとネズミ男じゃない。ワニ男だ。ワニオさん。おー、昼寝さん。おー、食ったけど食ったとこ取れんかった。ごめんな。腹ペコのカメラワークが悪かった今のは、すまん。見事にね、コオロギに飛びつきましたね。ごめんな、うまく食べてくれたのにな。ツーショット撮りましょうか。ネズミ男、右がネズミ男っていう名前のカエルなんですけどね。腹ペコ水槽で2番目に体の大きなアマガエル、ネズミ男。左がね、あのガチャピンみたいなね、あの目をしたね、もう眠たそうな顔してるんでね、つけた名前がヒルネガエルと言いましてね、この子今はね、茶色になってますけどね、ガチャピンみたいな色をね、昔してたんですよ。でもどうしても室内飼育だと、茶色とかグレーになりがちですね。太郎もね、腹ペコ水槽で最大サイズのサイズですね、体が一番大きい太郎もグレー、茶系のグレーですね。で、ワニさんと名付けたこの子はワニみたいなね、緑と茶色してるんですよね。で、ワニの模型によく乗ってますので、ワニオと名付けました。ひるねさん、まだ食えるやろ、あんた食べ食べ食べなよ。お、食べた。お、ワニさんがあんな狭いところ狙ってる。足元の黄色のドラえもんの今後ろにいますね。あー、そんな狭いところで攻めんでも。これ世界一かわいいアマガエルってね、腹ペコ水槽で一番緑色が綺麗な。おい、戻っといで、戻っといで。あんた餌やりなんでそう頻繁にせんで。ちょっと待ってくださいね。お、ワニオどうした。あ、ワニオがどうやら食ったらしい。今日はいかんな。いろんなとこでね、撮影ポイントが多すぎてね、ワニオが食べる瞬間も撮れませんでした。世界一かわいいアマガエルがね、かわいいんですわ今。どうした、おい。この子は餌に興味ないですね。あ、太郎が餌見出した、餌見出したこれ、ほら。おーおー、太郎が、黄色いドラえもんに乗ってるのが太郎。腹ペコ水槽で一番体の大きなね、アマガエル。さあ、ちょっとね、離れて定点にしましょうか。みんなもう食わんの。そうで、腹ペコチャンネルはですね、去年立ち上げたチャンネルでね、
当初はね、アマガエル育てたり節約生活っていう動画を、作っておりました。おお、黄色いドラえもん倒れそうや。下におるワニさんがドラえもん潰されるかもしれない。おお、ワニさん今食ったな。ワニさん食っとる。この顔見てください。このおちょぼ口になるこの顔。あー、ワニさん食った。うわ、ドラえもんの頭の上からこのえぐいですね、2匹のアマガエルが。お、太郎がなんか、お、太郎来たか、太郎動くか。ちょっと離れましょうか。透明でもいいんでね、ちょっと食べる瞬間見たいですよね、皆さん。今日ちょっと食べる瞬間取れてないんでね。そうで、まあ、節約生活で月5万円の所得をブログを書いてね、あのブログで収入を得ておりましたね。まあ、ブロガーっていうのかな、一応ね、あの個人事業主としてねやっております。でこの動画チャンネルもいずれはその収益になればなと思ってね、チャンネル登録者1000人目指してやっておりまして、現在220人超えたところで、皆さんもしよければね、チャンネル登録して、おお、太郎食べた、太郎が食べた。そう、こうやってね、日々アマガエルのね飼育動画、主に餌やり動画をね、ほぼ毎日アップしてねやっております。はい、カエルがね、まあ苦手だという方には無理強いできませんけどね、もしこのねチャンネル見てくださった方ね、ぜひともチャンネル登録だけでもしていただけると、このチャンネルに関してはね収益ゼロというね。大太郎ちゃん、そう、餌代だけでも稼げればなってね、ちょっと思っております。皆様よろしくお願いします。おお、この子は何しとるんや。2つのドラえもんの間にまたがって、黄色と赤のレアな色のドラえもんにまたがって、その下でワニさんがしっかり食ってますね。パク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 、暗くて見えんとこでワニさんひっそりと食ってます。あんたは、あんた食わんの？もうお腹いっぱいかな。ネズミ男いっぱい食ってますし、昼寝さんも3匹ぐらい食って、タコが今1匹食って、ワニさんも3、4匹食ってて、あとこの子だけ、世界一かわいいアマガエルだけが外出てたんでね、興奮して。この子が食べたら、全員食べたかな。おお、降りてきた降りてきた、いっぱい食えよあんた。この子がね、おお、来た来た来た、食べろ食べろ食べろ、食べな。おお、また太郎が今食った瞬間取り逃しちゃった。手前の太郎が今食ったんです。おお、ネズミ男、今のはカメラに入ってましたね。よしよしよし、手前の太郎が今食ったんです。おお、ネズミ男、今のはカメラに入ってましたね。よし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 、ネズミを、やっぱね、ちょっとね、これが話しとくのがいいかな。よかったよかった、食べれる瞬間取れた、ネズミ男の。おお、食った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 、世界一かわいいアマガエル食いましたね、この子。よかったな、この子も相互で取ってね、一匹も食えんかったらかわいそうなんでね。餌やり今ね、3日に1回とか4日に1回に減らしたんですよね。ちょっと太りすぎもダメだなって思って。そう、だから今日食べ逃すとね、前回から計算したらほんと6日ぶりに食べたりとかってなるじゃないですか。だからね、なるべく均等に食べてほしいというね。やっぱね、昼間寝てるところをね、無理やり起こしちゃったんでね、かわいそうですけどね。夜はね、もう腹ぺこ寝ちゃうんですよね。11時過ぎにね、もうね、電気消してね、本読み始めるんですね。そしたらもう寝ちゃうというね。たまにね、明け方目が覚めた時にね、明け方餌やりするとすごいいい動きします、この子ら。夜中と明け方はね、もう一番動いて泣きますからね。なんたら、食べ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 、おお、食べんの、ペロって舌で食えたのに今あんた。昼寝さんをペロってやってらよかったよ、ネズミ男の顔。何遠慮しとんの、太郎ちゃん。お腹いっぱい、メサイル割ってもいい、太郎ちゃん。ちっちゃいのおるよ、太郎さん。食わんのかな。上からの図ですね、これね。上から見るとこんな感じなんですよ。ちょっと影になって暗くなってるかもな。戻そうか。カエル目線にすると、ちょっとね、水槽がね、湾曲っていうんですかね、してるんでね、ぐにゃってなる可能性あるんですけど、カエル目線だとこうですね。だからアマガエルから見たらこのドラえもんのフィギュアめちゃくちゃ巨大なんですよ。でっ
かいネコ型ロボットいっぱいおるやんってね、ネズミのとこな。あんたが一番最初に順応したな。でもな、パク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 食べてくれた。このネズミ男っていうのはね、一番食欲があるぐらいの。もう一つね、別の水槽でね、小さな子供アマガエルのね、豆太郎っていうね、あの子供ガエルを飼ってて、その子もね、食欲旺盛でめちゃくちゃ食いますね。お、奥でワニちゃんが動いてけど、ピントが合わない。ちょっとカメラ近づけましょうか。食っとるな、ピント合わんな。あ、食ったる食ったる食ったる。これね、目をね、グッと押し込んでね、飲み込んでるんですね。うん、美味しかったね。よかったよかった。さあ、ということでね、本日はね、大量のドラえもんフィギュアの中でアマガエルはコオロギを食べるのかっていうね、あの 今まさに食べてます、検証だったんですけど、パクパクもぐもぐ食べましたね皆さん。ではそろそろね、餌やり動画終了しようかと思います。皆さんがね、ぜひともチャンネル登録、評価ボタンね、押していただければと思いますのでね、目標1000人、大ワニさん寝とる、ドラえもんの足に手をかけて寝とる、はい、というところで、動画撮影終わりたいと思いますね。皆様ご視聴ありがとうございました。